橋本翔也にございます。専属パイロットを務めます。お見知りおきを。ああ。予備電源を切り、フラップ5度、プロペラ回転数正常。準備はよろしいですか？ OK OK アナウンス、テイクオフ、目標中継。爆撃はまだ始まっていないんだろう。一体なぜ前方は煙ばかりなんだ？これは中国軍が地上から煙を上げ、我々の視界を遮っているんです。でも我々が高度を下げれば、このような小細工も意味をなしません。閣下、座席の下にあるものがあるんですが、手が届きますか？これで何をしようって言うんだ？これは中国人パイロットが持っていたもので、特別な意味があります。収容所でか？いえ、私に撃墜された中国人パイロットの、その遺体から手に入れました。私が撃ち落とした初めての敵の、その記念です。什么也看不见呢？
让他尝尝高炮机枪的滋味。好像是自己闻到。